クラスノズナメンスクの師匠、クラスノズナメンスクは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州東部にある都市。1945年以前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語で、ラスデーネンといった。リトアニア国境に近いクラスノズナメンスク地区に属し、ネマン川の支流シェシュペンアーが流れる。人口は2006年で3518人ほど。 2002年国勢調査で3751人、1989年ソ連国勢調査では3894人。古くは東プロイセンのリトアニア人地区であった小リトアニアに属し、現在も人口の大きな部分をリトアニア人が占める。記録に所出するのは1521年で、当時はドイツ語名をハーゼルプッシュと言った。18世紀初頭に、 ラスデーネンという地名が登場する。これはリトアニア語でヘーゼルナッツを意味するラズから来ている。1578年には村の教会が建ったが1661年に消失した。現在ある教会は1874年から1877年にかけて建てられたネオゴシック様式の建築である。ラスデーネンは次第に シェシュッペ川下流域の主要な市場長となり、1663年には水車ができて、小麦粉の生産を始めた。クラスノズラメンスクのドイツ時代からの教会とシェシュッペ川、ナチス政権下の1938年、バルトコ派のプルーセン語やリトアニア語に由来する、ラスデーネンという地名は、より、ドイツ的な西洋派しばみの山を意味するハーゼルベルクに変えられた。 1944年から1945年の東プロイセン構成で、東プロイセンは赤軍に占領され、ソ連に編入され、ハーゼルベルクは赤旗の町を意味するクラスのズナメンスクに変えられ、死となった。戦前まで軍中心地だったピルカレン氏は、赤軍とドイツ軍が何度も争奪する激戦地となって、完全に破壊されたため、戦後は、 クラスノズナメンスクがこの地域の中心都市になり変わった。クラスノズナメンスクには製材業やチーズなどを製造する食品工業が立地する。街の中をカリーニングラードからズナメンスク、グセフ、ネマンへ通じる R508 号線が通る。また、ここで地区の東を通り、ネステルフへ通じる R511 号線が分かれている。ありがとうございます。